はい、ゲーテッドコミュニティの話、ゲーテッドコミュニティの話、ゲーテッドコミュニティっていうのはこうある地域、ある地区をねゲートで囲んじゃって、でその中の住民だけがその中で行き来できるっていう、そういう、まあ封鎖した地域なんですね。これは犯罪を予防したりとか、外から、ね、犯罪者が入ってこないようにゲートのところに警備員がいて、で一応身分証とかチェックするわけ。用のない人は来れないってことですね。で来る人は同伴して、中に住んでる人同伴して来るっていう、そういう、まあ、地域がありまして、例えば治安の悪いところにお金持ちがね住むと狙われますから、必ず狙われますから、その地区全体をね、みんなで買って、それで、封鎖しちゃって、壁で封鎖しちゃって、中に入ってきたら不審者ねっていう、捕まえるよっていう、そういう構えなんですよね。でゲートのところでちゃんとねこうあれして、だから中は安全っていう、そういうことなんですね。で外に働きに行くみたいな、そういうことでしょうね。まあこれ相当お金がないと難しいと思うんですけども、その地域丸ごと買っちゃうわけだから、まあみんなで分担してね買うわけだから、まあそういうのがあるんだなと。日本だとねちょっとそういうの考えられないんですよ。まあないこともないですよ、日本も調べたらあるんだけど、まあ普通のねとこにはあんまないですよね、日本だと。アメリカだと結構数あるっていうね、そういうことを知っていて、こう数年前ね、だいぶ前にドキュメンタリーなんかで見て面白いなと思って、はい、それで最近は YouTube とかでアメリカに住んでるアメリカ人のこう私生活というかね、こんなとこ住んでますよとかね、周りはこういう家が建ってますよとかね、うん、そういうまあ映像が見れますよね。要するにテレビで作られたようなドキュメンタリーじゃなくて、普通の人が普通に撮ってるようなそういうチャンネルみたいなねやつがありまして、で見てたんですね。それでね、そこのね家がね結構いい家なんですよ。綺麗な家、まあ高級な感じではないんだけど、超高級なんで豪邸じゃないんだけど、まあ、綺麗に建ってるんですね。でその周りの地域もね綺麗なんですよ。ちゃんと芝生とか手入れしてあって、道路もねアスファルトじゃなくてなんかコンクリのいいコンクリ使ってるみたいな。そうですね、まあ、例えて言うならば、テーマパーク、うん、ディズニーランドとかのテーマパークの地面みたいな、掃除も行き届いてて、こう芝生もちゃんとしてあって、っていうね。で私はそれ見た時にあれと思って、この辺治安がいいんだなと思って、家の周りに芝生が結構いっぱいあって、で道が綺麗と、ね、これね泥棒とか家のすぐそばに行っちゃうよねと。まあこれはね、その地域がどうとかそういう問題じゃないですよ。塀がないからね、塀がないから泥棒がこう家のすぐそばまで来ちゃうと、歩いてきちゃうと。もちろんね、家の敷地に知らない男が入ってきたらそれは不審者だからね、通報すればいいんだけど、まあでも塀、日本みたいに塀とかね柵とかないから、まあ入ろうと思って入ってこれちゃうなと思って、でその周辺のね家はみんなそういう感じなんですね。その家だけじゃなくて、家の敷地の外に、敷地の境界に柵がないわけ、塀もないわけで、随分余裕があるというかね、治安がいいんだなと思って、アメリカの家って全部そうなのかなみたいな感じで、うん、でそういう感じ見てたわけね。治安がいいんだなと思って見てたわけで、その家の主人がですね、なんか出かけようと思って車に乗って、もちろんカメラも乗せて、でブーって走っていくんだけど、で家の遠くまで行ってね、ご飯食べるとかするんだけど、なんかね家の
こう家から出て、で柵なんかないですよ、家のそばね。でちょっと走ったらなんかゲートみたいなのがあって、そこでゲート開けてもらって、でそこで出るわけね。でその外はもう完全な外で、道路とかボコボコだし、別に芝生が手入れされてるわけないっていうね。うん、あ、なるほどと、これゲーテッドコミュニティなんだなと。このチャンネルの人が住んでるのはゲーテッドコミュニティで、ゲートに囲まれた封鎖地区みたいなところに住んでる。中はすごい綺麗にしてるわけ、まあ、お金持ちがね土地買って住んでるから、管理会社とかもちゃんとしてるし、そもそもあのなんかこう汚さないとかね。うん、だから知らない人が勝手に入ってこないような、そういう封鎖地区なんですね。で私はピンときて、あ、これゲーテッドコミュニティなんだと。だって普通考えたらそうですよね。家から出ますよね。で家から出てしばらく車を走らせて、さらにゲートがあるってのもおかしいよね、それはね。うん、あのだからこの地区全体を一つのコミュニティみたいにして、そこをゲートで守ってるみたいな、そういうことなんですね。はい、まあ何が言いたいのかよくわからないんだけども、なんていうかゲーテッドコミュニティだから中がこう芝生がちゃんとしてて、で家の境界に柵もなくて、でちょっとプレーンパークみたいになおしゃれというか、うん、普通のね、あの道路も普通、そのゲーテッドコミュニティの中の道路は普通の道路じゃないんですよ。こうデザインされたね、こう見て気持ちのいい道路というか、こう直進とかだけじゃなくて、なんかこう曲線とか美しいとか、あ、芝生とのコントラストが美しいとかね、まあ、そういうねところなんですよね。